広瀬すずさんは様々なドラマや映画に出演している人気俳優です。今回は広瀬すずさんの様々報道されたスキャンダルをまとめつつ、私生活を中心に見ていきたいと思います。広瀬すずさんは本名を大石鈴鹿といい、1998年6月19日生まれ、静岡県静岡市清水区の出身です。広瀬すずさんのキャリアは、2012年のファッション雑誌セブンティーンの専属モデルになったことから始まります。当時お姉さんの広瀬アリスさんもセブンティーンモデルでしたので、姉妹で専属モデルでした。ちなみにかっこいいお兄さん一般人もいます。2013年にはすでに俳優デビューも果たしており、ドラマ怪盗山猫、映画海外 DIARY、 ちはやふるシリーズなどの話題作に出演主演を果たしています。2014年に出演したゼクシーの CM が可愛すぎると話題にもなりました。人気俳優の広瀬すずさんですが、これまでに何人かの男性との熱愛を報じられてきました。以前キスをしているプリクラが流出したことがあります。プリクラには広瀬すずさんの本名である大石鈴鹿の鈴鹿の字があります。現在のプリクラは少し顔が変わるので分かりにくいですが、広瀬すずさんのプリクラではないかと言われています。ことの発端は、何者かのツイッターから広瀬すずさんの中学生時代のものと思われる男とのキスプリクラが流出し、瞬く間にネット上に拡散してしまいました。地元静岡の制服が一致し、プリクラには本名も書き込まれ、顔もそっくりなため、本人の可能性が極めて高いと言われているものです。プリクラは複数枚あり、中学生とは思えない奔放な様子が映し出されていました。チャラい少年に背後からハグされたり、イチャついたり、キスしている衝撃的カットでした。現在の中学生だとこのぐらいは普通なのかもしれませんが、広瀬すずさんはもともと清純派としてブレイクしているため、このキスプリクラ流出は仕事に大きな痛手となるのではないかと言われていました。2015年には19社もの CM に出演し、高2にして CM 女王となった広瀬すずさん。しかしキスプリクラで清純派のイメージが崩れてしまい、女王の座から滑り落ちる可能性は十分に考えられました。その上、その性格やモテぶりがあだとなり、さらなるすごい画像が流出する可能性があるとも噂されていました。広瀬すずさんのモテぶりは静岡を出て芸能界デビューしても変わらなかったようです。2014年にはジャニーズジュニアの宮近海斗さんとの熱愛報道が出ており、合わせて2人のやり取りをしている LINE アカウントのスクリーンショットも流出しています。これによってジャニーズファンが多い若い同性の支持を得られなくなったばかりか、男性ファンからもがっかりしたとの声が噴出し、イメージを下げてしまったそうです。しかしこの流出については偽物だとする見方もあります。偽物だとする理由はいくつかあるそうです。アイコンの形が LINE とは異なっていること、コメントの並び方が不自然であること、メッセージツールの画面でないことは明らかで、おそらくツイッターのタイムラインなどをベースにして偽造したものだろうと言われています。偽造としてはかなり稚拙なレベルだが、タイミングを考えるとその悪質さは相当なものと言えます。よほど広瀬すずさんに対して悪意を抱いているか、もしくは幼稚な愉快犯の仕業かもしれません。いずれにしても、このような捏造画面がネットに出回るということが、広瀬すずさんの大物ぶりを逆説的に表していると捉えることもできるかもしれません。一方で、広瀬すずさんの裏アカウントと思われるツイッターが流出したこともあります。これについては本人が疑惑を否定しています。この裏アカウント、なりすましと思われる流出の背景には、前日のジャニーズジュニアとの熱愛に怒ったジャニーズファンの嫌がらせではないかとする声もあります。これが本当にジャニーズファンからの過剰攻撃だとしたら、広瀬すずさんと宮近海斗さんとの熱愛の噂も全くの嘘ではなかったのかもしれません。この他にも広瀬すずさんは VS 嵐に出演した際に、俺34歳だぜと発言した嵐の大野聡さんに対して、もうちょい上だと思ってた、40歳くらいだと思ってたと驚いた顔を見せて、嵐ファンの不況を買ってしまったことがあります。さらに広瀬すずさんにとって不運なことに、昨年インターネット上にジャニーズジュニアとのツーショットとされる写真などが流れたことで、一時は交際が噂される事態に発展した事件もありました。こうした事情もあり、
今回の裏アカウント騒動もこれらを根に持ったジャニーズファン、嵐ファンの仕業ではないかという情報まで飛び交っています。広瀬すずさんは2017年の元日には俳優でモデルの成田凌さんとの熱愛を報じられています。2人は2015年にドラマ学校の怪談で共演しており、広瀬すずさんの方からアタックし交際に発展したと言われています。しかし広瀬すずさんの方が飽きてしまい、この報道があった時にはすでに破局していたようです。また双方の事務所も事実無根と交際を否定しました。広瀬すずさんは CM や朝ドラ、夏空などで共演していた俳優の中川博史さんとも熱愛の噂がありました。2人は2020年10月に相次いで新型コロナへの感染を発表したことから交際説が浮上しました。ただ共演を通して仲が良くなったことは事実だったようですが、決定的な熱愛の証拠は出ていません。2022年7月には人気俳優の山崎賢人さんとの熱愛を報じられた広瀬すずさん。山崎賢人さんとは2016年公開の映画4月は君の嘘で共演していますが、当時から撮影現場や番宣での仲睦まじい様子から一部では交際が噂されていたようです。文春オンラインによると、広瀬すずさんが24歳を迎えた2022年6月19日の誕生日、2人は広瀬さんの自宅マンションで過ごした後、東京ドームで格闘技イベントザ・マッチ2022天心 VS 穂高を観戦したといいます。試合後、駐車場までの道を歩く際、山崎賢人さんが広瀬すずさんを抱き寄せるように腕を回す姿もあったようです。この日以外にも山崎賢人さんは広瀬すずさんの自宅マンションに頻繁に訪れているところを文春に確認されており、2人は広瀬すずさんの家賃3桁万円を超える高級マンションで半同棲状態だとも報じられていました。また山崎賢人さんは広瀬すずさんのマンションへは事務所の送迎車で行き来することが多いとのことで、事務所公認の中であることが推察されます。実際に双方の所属事務所はプライベートは本人に任せておりますと報道を否定しておらず、交際は事実の可能性が高いとみられています。いろいろとスキャンダルが報じられている広瀬すずさんですが、その活躍ぶりは順調です。そのわけは彼女の負けず嫌いという性格によるところがあります。若手俳優として注目を集めている広瀬すずさんと、バラエティやスポーツキャスターなど幅広く活躍している小島瑠璃子さんですが、共演 NG になったという噂が話題になっています。広瀬すずさんと小島瑠璃子さんに共演 NG の噂が流れたのはフジテレビで放送されたネプリーグがきっかけでした。原因は広瀬すずさんが問題になかなか答えられない様子を小島瑠璃子さんが挙げつらったことによるものでした。今後2人が共演することはあるのか注目を集めそうです。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。